箱買いしてね。おいえ、名取の箱買い4000円ぐらいでできるぞ。こんなもらったら家が段ボールで埋め尽くされるんだけど。特に書くことない。じゃあなんでスパチャしてんだよ。いや、ただ私にお金を渡したかっただけか。やっぱり宗教じゃん。スパチャのボタンはどれだろう。じゃあその500円は何なんだよ。おめえスパチャしてんじゃねえか。暗記してください。もう変な人来ちゃってるじゃん。どんな気持ちでスパチャくれた人に暗記すればいいんだよ。最近お金がないのでスパチャあげます。逆逆逆、普通はお金がないとスパチャしないんだよ。落ち着けお前。なんでもらってる側が焦ってるんだよ。はい、何がはいなんだよ。800円の重みを舐めてるんじゃねえよ。お前はなんでだからスパチャに切れてるんだよ。ラルさんにスパチャは義務だと聞きまして。言ってない言ってない。義務スパチャが変な誤解生んでる。みんな虚無スパチャって呼べ。私は崇拝者です。あのもうそれお金渡されながら言われたらさ、本当に宗教になるんよ。うちのチャンネル高校生で宗教作っちゃったのおもろすぎる。いつもより少なめにしました。2000円は十分高いぞ。2000円あったらエナドリ8本買えるし。エナドリ換算定期ありがとうございます。なんでだよ。何